明けマスクッキング、今日やる料理はね、はい、一段これね、手羽元だね。手羽元買ってきました、今日ね。なんで、もうね、ちょっと、こうね、寒くなってきたし、ちょっとほっくりしたものを食べたいなと思って、手羽元とね、大根煮てみようかなと思うんですけど、まあ今日はね、ちょっと、いつも甘じょっぱい味が多いから、今日はね、ちょっとピリ辛でちょっとすっきり味の感じの煮物にしてみたいと思います。えい、チューリー佐藤よし、じゃあね、今日の材料説明いきますね。はい、これ手羽元ね、なんだ、これ5本入りのやつ2パック買ってきました。それからね、大根はね、こんな感じなんで、大体ね、3分の2ぐらいかな。うん。あとちょっと油揚げも残ってたんでね、これ油揚げ2枚。うん。これ使って、やってみたいと思います。はい、じゃあ、調理スタート。よし、じゃあね、早速やってみますね。まあね、とりあえず大根は、こう、皮剥いて、ね、よいしょ。よし、そしたらね、皮剥いたら、今日はね、こうね、ちょっとね、よいしょ。まあ、こんな感じで、こう、いちょう切りにするけど、ちょっとほっくりした感じにしたいから、大きめでしようかな。1.5 センチぐらい。ね、このぐらい、もうちょっとこう、存在感あるぐらいね、ちょっとごつい感じに、こんな感じに切りますね。よいしょ。よいしょ。そしたらね、このね、鍋に、全部こう入れちゃって、はい。それじゃあね、この大根ね、この、水から、こう、下茹でしていきますね。大根とか下茹でするとき、水からね、お湯からじゃなくて、水から、この、下茹でして、これもうブクブクしたら弱火にして、竹串がスーッと通るまで下茹でしていきます。はい、じゃあ下茹でやっていきます。さあ、あとはね、やることといったら、このね、手羽元ちゃんは、ね、ちょっと買ってきて、たまにね、このね、ドリップっていう、これ水が出てる時あるんで、これまあちょっとね、こうキッチンペーパーで、こういうふうにこうちょっとね、拭いておきます。ほら、こんな感じで少しね、水が出てる場合があるからね、しっかりこうやって水で、キッチンペーパーで水分をこうちょっとね、拭き取っておきます。はい。はい、しっかり、2パックともしっかり水気取りました。はい。そしたら、油揚げちゃんだね。油揚げちゃんも最近はよく言ってるけど、ね、買ってきたばかりのこの油抜き、昔はね、なんかこう湯引きした方がいいよとか料理本によく書いてあったけど、最近こうやってね、こうやってキッチンペーパーでこうやってこう拭いてあげるとしっかりね、こんな感じで、ほら、こんな感じで油取れますからね。はい、これで下処理は OK となります。はい、はい、そしたら今日は油揚げちゃん真ん中1本入れて、これもね、大体ちょっと多め、大きめに1センチ、1.5 ぐらいの幅にこんな感じで切っておきます。よし、はい、これで全部の下処理 OK です。よし、さあ、そしたらね、大根の下処理している間に時間があるんで、このね、手羽元をちょっとね、焼いておきますね。これがね、この、なんていうかな、少しこう、弱火から、で、油しかなくてもいいんで、こういう風にこうなってますよね。この油、皮目をこう下にして、ちょっとね、弱火でちょっとこれね、焼いていきます。でね、このなんていうかな、こう最終的にこの煮物にするわけだけど、この皮がこう焦げた香ばしさっていうのが後々仕上がりに非常に影響してくるんで、これ大事な作業となります。これね、やるのとやんないのとだいぶこの仕上がりに差が出ますからね。だってこう皮目を必ずこう下にして、でこれでね、ちょっと弱火から中火ぐらいの間、ちょっと若干弱い感じの火で、でじっくりちょっと焦げ目をつけていきます。しばらくするとね、バチ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 でね、こう自然とほら油が出てきますからね。で、そしたら、こう、ちょっとひっくり返してあげて、ね、全体にちょっと火を入れてあげますね。いやー、いい感じですね。まさにこれ、焼き鳥だよね。焼いた鳥。もうね、このままもう焼き入れてって、塩で食ったら最高にうまいですからね。いや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 。まあ、それで終わりにしてもいいんだけど、今日はまあ、煮物にするっていうね、目標があるんで。いやー、美味しそうだな。このなんか、鶏のこのなんか、香ばしく焼けた、なんていうのかな、色とこの香りって最高ですよね。うん、いつも思うけど。で、こう、またこう、ちょっとあれして。でね、なんか、
とにかく皮目の方をねしっかり焼いてください。全体にもう火は通らなくていいです。これ煮物なんで。とにかくこの香ばしさと香りが欲しいわけですよね。でそのあとこのなんていうかね、鶏独特のこの皮のぷよぷよ感が嫌いな人もこうやってこう焼きをしっかり入れることによってそのなんていうかな、しっかり食べれますからね。だからこの皮目をしっかり焼くっていうのがこのポイントになってきます。こうやってこうしっかりね皮目焼いていきましょう。まあしばらくするとねこんな感じで、まあね結構いい感じの焦げ目がついてきました。ここまでくればもういいですよ。このねこの色ですよ。このねなんとも香ばしくてねいい感じです。はいはい、この色ね、これ最高ですよね。でこんな感じの色がついてきたらもうねこれはとりあえず今の段階ではその皮目を中心にやってますから、ほとんどまだプニプニしてる部分がある。まだ生の部分もある。それでもいいです。もうこれぐらいの皮目の方を中心にこれぐらいの焦げ目がついたらもうこれで OK です。そしたらこれを一旦なんていうかな、一旦火こっち止めちゃってもいいんだけど、一旦このね違う丼器に移しておきますね。はい、はい、さあこんな感じで丼にね移しておきました。そしたらねここに若干この油ありますよね。これ洗わないで次の段階いきますね。もうねここでここのフライパンのこの油は自然に出た鶏油の美味しい旨味が入ってますから、これをまた再利用してですね。はい、でここにちょっと油が足りないので油大さじ1杯分ぐらい足します。はい、そうしましたらよし、はい、ここにニンニクですね。これニンニクのこれねオイル漬けにしてあります。普通のサラダ油をみじん切りでしたやつをつけてあります。このねニンニクね、いつも毎回毎回みじん切りするときに大変じゃないですか。だからまとめて作ってこういうふうに保存していくのはとても便利だと思うんで覚えておいて損はないと思います。こうやってねまとめてみじん切りしてこうやって油につけとくね。そうすると酸化しないでいつでも使いたいときに使えるってわけです。はい、そうしましたら、はい、ここにはい大体そうですね、ちょっとニンニクでパンチつけたいんで大体この小さじ2杯分ぐらいかねのニンニク入れます。はい、そしたらこれをこう、はい、弱火で、はい、香りを出していきますね。はい、でそこに今日はちょっとねピリ辛にってことで豆板醤、この中に豆板醤入ってるんですけども、でねこの段階でこの豆板醤今日はちょっとピリ辛ってことでよいしょ、はい、大さじ1杯で、まあここはね辛みが苦手な人もここで加減してくださいね。ちょっとまあちょっと辛い感じにしちゃいますけど今日は。でこれでこの大さじ2杯パンって入れますね。はい、そしたらこのニンニクとまず豆板醤の香りをしっかり出していきます。これがねこのねジャン、まあなんとかジャンっていうのは大体ねこうやって油で最初加熱することによって香りが引き立つんですね。なんでこの豆板醤の香りも出しつつニンニクの香りも出しつつまずこの油になじませて香りをしっかり出していきます。この段階弱火ですね、弱火、ここは強火でやらないでください。弱火でじっくりやってください。はい、しばらく炒めていくとね豆板醤とニンニクの香りがプーンと立ってきます。あー、いい感じの香りだね。うん、ここにはもうねそのなんか鶏のね自然の旨味も入ってますからね、この段階でもう結構ねこの感じがもうめちゃめちゃいい味になってますよ。はい、そしたらプーンと匂いが立ってきたら、はい、ここにお水をね、よいしょ、お水をちょっとねまず 500cc、 うん、よし、600cc ですね、 600cc 入れます。はい、さあそうしましたらここに改めまして、はい、先ほどの鶏肉戻し入れます。さあそしたらね、まあこれでこのままやっちゃってもいいんだけど大根入れてちょっと溢れちゃう可能性もあるから、まあ、とりあえずねこれを沸騰させてから味また入れるんですけど、でねちょっとその前に今ね
大根の下茹での方が大体上がろうとしてるんで、ちょっとお見せしますね。ちょっとここ、ちょっと移動して、これを移動して。はい、隣でね、コト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 やってたのに、今こっちに移動しましたけど、で、これで、そのなんかね、こうやって、ちょっと大人まで作って、これ爪楊枝ですけど、爪楊枝でスーッとこう、力入れなくても入るくらいの、もう火が入ってますね、これ、これで。スーッと、はい。はい、もうここまで来たら、大根の方も火が通ってますので、これをね、ちょっとザルに開けて、先ほどのあれと合わせますね。ちょっと待ってください。とりあえずこれをザルに開けていきます。さあ、ザルに開けてきましたね。そしたら、これをもう一回この鍋に戻します。それで、これね、さっきのフライパンのやつだけど、これをフライパンのままやろうと思ったんだけど、ここ、溢れちゃうといけないんで、このまま、この鍋に移し替えますね。はい。よっ。はい。さあ、この段階でね、下茹でした、柔らかくなった大根と、ね、まあ、なんか表面をパリッとこう皮目を焼いた鶏肉が入ってます。でこの出汁の成分は今のところ、ね、豆板醤とニンニクを、炒めて香り出した成分が入ってますね。はい、じゃあここから今度味を入れていきます。はい、はい、さあそしたらね、今日はねまずお酒だね。日本お酒、お酒、お酒を大さじ、よいしょ、はい、3杯、はい、はい、それに、はい、毎度おなじみソーミシャンタン、はい、これを これはね大さじ半分、はい、入れます。はい、そしたらあとね、お醤油ですね。お醤油を大さじ1杯、はい、入りました。こんな感じでいいんじゃないかなと思うんですけどね。よし、さあこんな感じで、まあビシッと辛みが効いた、ニンニクと辛みの効いたね、すっきり味ですね。で、このままちょっとね、味を含ませながら、そうだね、大体ね、5分以上は煮たいね。5分ぐらいは、まあ、とりあえず煮てみますか。はい、じゃあ、ここから5分煮ます。よーし、あれからね、こと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 5、6分煮ましたね。もうだいぶ煮汁も詰まってきて、いい感じだね、このね。じゃあちょっとね、ここでちょっと味見してみますね。よいしょ、どうかな、よっ、うっほー、いやこれめちゃめちゃうまいな。いやこれはビシッとニンニク効いてて、辛みもね入ってて、なかなかこれはいい味してますよ。いやいや予定通りだな。よし、そしたらここまで来て味が大体決まったら、最後の最後に、はい、油揚げだね。油揚げポーンと入れて、ね。よっ。もうね、油揚げはもう入れたらもう結構すぐに火が通っちゃうんで、火も通るし、味もね、入りが早いんで、こんな感じでしっかりこう、まぶしてあげたら、ここからまたね、ちょっと油揚げ入れて、1分2分煮て、もう完成となります。で、このままちょっとだけ油揚げに味を染み込ませます。よし、はい、油揚げを入れて大体1分ぐらい煮ましたよね。もうしっかり油揚げにも味が入ったと思われます。はい、そしたらもうこれで完成となります。美味しそうだな。さあ、そしたらね、できたてのこのね、器を好きなだけこの器に入れて、いやこれはたまんないな、これ。はい、よっ、はい、こんな感じで、はい、盛り付けたら、はい、最後の最後ね、ちょっと彩りで、と香り付けで、ちょっとね、あのネギ散らしてあげて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、手羽元と大根の、ピリ辛ニンニク煮の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、はい、今日の感じね、よいしょっと、はい、こんな感じですよ。はい、はい、美味しそうに撮れてるかな、このね、真っ赤な感じなんだけど、めちゃめちゃ美味しそうです。じゃあ、早速これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム！皆さん、お疲れ様でした！乾杯！あー、美味しい！もう毎日美味しい！へへい！ってことでね、おい、今日の感じ、これだよ、これ、これ、これ！綺麗に映ってるといいな、これですよ。いやー、もうね、これはね、ちょっとね、さっき味見したけどね、
もうすごいスープがいい味してた。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。じゃあまずこの大根いってみるか。大根ね、トロトロですよ。いただきます。もうこれはめちゃめちゃ美味しい。もう優勝や、優勝。めちゃめちゃ美味しい。もうなんて言ったらいいな、このなんていうのかな、こうすごくすっきりしている中にニンニクがバーンと効いてて、で豆板醤がなんていうかな、このの塩味とこの辛さがめちゃめちゃ合ってる。これは最高に美味しい大根。柔らかいし。でちょっと油揚げいってみるか。油揚げも正解。めちゃめちゃ味しててすごいいい味。じゃあ早速このね、手羽元いってみますか。手羽元ね、手羽元いってみます。ちょっとね、じゃあちょっと興味悪いですけど、手で少しね、いただきます。これまたいい、すごくいい。もうね、なんていうか、このぐらいの煮込み時間だから、まあさっと煮って感じなんだけど、それがまたね、トロトロとまた違う、この質感がちゃんとあるこの肉の感じ、僕は好きですね。でこのしっかり香ばしく、この皮が焼いたところの香ばしさがめちゃめちゃ生きてます。あの焼きがね、すごくここで生きてくるんですよ。美味しいよこれ。これは美味しい。たまんないっすねこれ。これね、なんていうか、トロトロが好きな人はもっとね、タレの分量を多めにして、ね、まあ本当に20分ぐらい30分ぐらいやると、もうトロトロの感じにはなりますよ。それはもうちょっとお好みなんですけどね。僕はこの何ともこの質感のあるこの感じ好きですね。で味の海苔は今一歩まだ入りきれてない感じがする。だけどこれはいつも言ってますけど、煮物の場合は冷める段階で味が入っていきますから、これをね、一旦ちょっとこう、置いといて、ちょっとしばらくこう置いといて冷める感じになってから、また再度温めた方がこういう料理っていうのは美味しいんですよ。で今はね、まあその動画で起こすために、まあできたてのできたて今食べてますけど、まあね、これもちろんこれでいいけど、まあできたらちょっとだけ寝かして、一旦冷まして再度沸騰させるのが美味しいと思うんですよね。だけどね、このなんて言ったら、このね、スープがね、まずうまいんですよ。これね、動画で伝わんないよな。これ辛いんだけど、このニンニクも効いてるの、このすごくね、体がポッポする、こう喜ぶ味なんだよね。でそれにそのなんか元の味が、そのお酒とソーミシャンタンと醤油だけだから、すっきりしてんの。変な余計な甘みが入ってない分、すっきりした味で、そこにね、このね、ニンニクがガーンと入って、このピリ辛、すっきりした味の中にコクがものすごく感じられる。これね、ほんで大根もトロットロっすわ。これ取り合わせも良かった。鳥だけにね、この鳥、大根、だからね、手羽元だから、この骨からもね、いい味出てんのよ。まあこの短時間じゃそこまで出ないだろうけど、やっぱそのなんていうかな、骨付き肉の良さっていうのがね、やっぱり出てる。このなんていうか、骨付き肉の独特のこの味っていうのがあるんだよね。これがよく出てる。でこの、油揚げも良かった。すごくいいこれ。ということで、今日のね、簡単料理、ニンニクをパシッと効かしてね、辛みもパシッと入れたこのすっきり味のこのね、煮物、手羽元と、大根のピリ辛ニンニク煮、はい、大成功でーす。
皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。